2024年5月14日、日本衆議院で、グローバルコンバットエアシステム関連の国際条約承認案が賛成多数で可決され、非凡の次世代戦闘機開発が加速する中、グローバルコンバットエアシステムで、日本が国際的な防衛開発で、新たな一歩を踏み出すシナリオを詳しく考察していきますね。日本の狙いは、F3 戦闘機開発の次を見据えていますが、時代は、戦闘機からドローンに変化し、戦闘機は不要になっているのではと考えています。極論で言うと、無人機無人空母もできる、今のテクノロジーはちょっと恐ろしい。ガンダムは陸自担当かな。2024年5月14日に、日本の国会、衆議院の本会議において、日本が、イギリスとイタリアとの3カ国の共同で開発を推進しているグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムに関する国際条約の承認案が、賛成多数で可決を迎えた。今回、この承認案が衆議院で可決された理由は、政権与党である自民党と公明党、これに、立憲民主党、日本維新の会などが賛成に回ったことで多数を得たためで、反対票を投じたのは、例によって、日本共産党と、令和新選組の極左政党のみだった。日本国内の政治の世界では、現在の岸田政権に対して、支持率の下降傾向が続いており、地方議会の補欠選挙でも、自民党の全敗が起こるなどしてはいるが、かといって、これらを、追い風に、日本共産党や令和新選組などが、今後議席を伸ばすことも考えにくそうだ。これらの極左派政党や政治団体は、そうも変わらず、2023年度から、大きく、増加の方向に舵を切った日本の防衛予算の増額を非難しているが、そうした主張が、大多数の日本国民に支持されるような流れは起こりそうもない。それは、2022年2月から続くロシアによるウクライナ侵攻や、中国の南シナ海や東シナ海への覇権主義の拡大、核開発や各種ミサイルの発射を止める気配など微塵もない北朝鮮の動きなどから、日本国民の大多数は、大筋での防衛予算の増額に反対していないからだろう。さて、そんな具合で、日本を取り巻く安全保障環境が、かつての旧ソ連側陣営とアメリカ側の陣営による冷戦時期以上に悪化している現状において、今回のグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムに関する国際条約の承認案可決は不可避だったと思える。グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムの正式な始動時期を思い起こしてみれば、その時期は202年末であり、太平洋戦争に敗北して、以後は、すべての主要兵器の共同開発といえば、日本は、アメリカとの協業しか選択肢になかった。日本が、戦後唯一の軍事同盟を締結している国がアメリカである以上、この流れは当然といえば当然という状況ではあったが、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムを、イギリスとイタリアと進めることとしたのは大きな変革だと思える。少なくとも、2021年頃までは、今のグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムで開発される主要要素の有人戦闘機については、従来と同様に、アメリカ、具体的には、その中でも、F-35 ライトニング2の開発を主管した、ロッキード・マーチン社との協業が有力視されていた。それまでの日本政府は、現行の日米で共同開発を行った F-2 戦闘機の後継機を、やはり、アメリカとの共同開発で行う線で進めていたと思われ、アメリカ側は、F-22 ラプターと F-35 ライトニング2を折衷したような機体を提案したと伝えられていた。現行の航空自衛隊の F-2 戦闘機は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースに開発された機体であることは広く知られていると思うが、同機の開発においても核となる部分はアメリカから開示されなかったと言われている。その反省をもとに、日本では、今後、F-2 戦闘機の代替機を製造するにあたっては、自国で主導することを、最大の条件の一つに挙げており、仮に、下馬評通りに、ロッキード・マーチン社との共同開発となった場合、それがどこまで実現できるのかは、不確実にも見えた。したがって、
日本がアメリカとの次期戦闘機開発を断念し、新たに初の試みとしてイギリスとイタリアとの3カ国の間でグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムを推進することが公となった際には、その点に期待する声も一部で多く聞かれたように感じた。イギリスやイタリアは国家としての経済的な規模からしてみれば日本よりも小国であり、アメリカのような大国と異なり、日本が次期戦闘機に求める自国での開発主導という希望を叶えやすいかもしれないと考えられたとも言えよう。これが実際には日本が望むような本来的な意味での自国主導の開発にできるのか否かは、今後の成り行きを見守るしかないと思うが、いずれにせよ次期戦闘機は、2035年から退役が予定される F2 戦闘機の穴をカバーすることが必須となる。現行の F2 戦闘機を、日本がアメリカと共同開発した大きな理由は、ベースでマルチロール型 RF-16 ファイティングファルコンを、広い領海や排他的経済水域に囲まれた島国として、より対艦攻撃力を高めた機体を欲したからだった。こうした状況を鑑みれば、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムで開発される有人戦闘機である次期戦闘機でも、現行の F2 戦闘機が備える大型の対艦ミサイル4発を、携行可能な能力が求められていることは想像に難くない。現在、日本の航空自衛隊が調達を進めている F-35 ライトニングには、陸上の通常滑走路から運用される A 型が105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載して運用する B 型が、42機の合計147機の取得が予定されている。F-35 ライトニングには、単発の機関部を採用し、その機体のステルス性を発揮させるためには、胴体内のウェポンウェイに、兵装をすべて収納する必要が生じるが、機体サイズそのものが小型であり、大型の対艦ミサイルの携行には難点がある状態だ。そこで、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムで開発される有人戦闘機である、次期戦闘機では、双発の機関部を採用して機体を大型化し、航続距離も延伸、それに伴い、ウェポンウェイの容量も増加させ、兵装の搭載量も増加させるものとめされている。こうした次期戦闘機に求められる要件をまとめれば、長大な航続距離、機体の大型化を支える双発の機関部、大型の対艦ミサイルを、現行の F2 戦闘機以上に、搭載可能なウェポンウェイの装備という、部分が機体自体に求められるのだろう。こうした機体自体の要件に加えて、次期戦闘機では、今後の空中戦で、主体的な役割を果たす可能性が高いと思えしき、無人航空機を完成する能力が加えられるとめされており、むしろ、この能力が鍵となると、見る向きも多いようだ。日本における次期戦闘機については、この機体に随伴させる無人航空機に関しては、2024年4月に行われた日米首脳会談で、アメリカとオーストラリアからの技術的な支援を行うことが会談後に出された共同声明に明記されている。オーストラリアの無人航空機といえば、同国空軍とアメリカは、ボーイング社の現地法人であるボーイングオーストラリア社が共同開発を行っている MQ-28 ゴーストバットが著名であり、この機体は、すでに2021年に初飛行を終えている AI 搭載型の無人航空機である。日本の次期戦闘機に随伴させる無人航空機については、有人航空機の共同開発には、関与しないもののロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐことも報じられており、この分野におけるアメリカ内部での競合も激化が予期されている。また、グローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムについても、ヨーロッパでは、フランスとドイツとスペインの3カ国が、同様のコンセプトを掲げた FCAS、フューチャーコンバットエアシステムを進めており、その有人戦闘機は NGF ニュージェネレーションファイターと呼称されている。ドイツ空軍の一部からは、この FCAS、フューチャーコンバットエアシステムとグローバルコンバットエアシステム、グローバルコンバットエアシステムを統合して、NATO としての効率化を図るべきとの声もあるようだが、先行きは未だ見えない。しかし、仮にこれが実現されれば、日本の有人機である、
次期戦闘機は、NATO との連携を深め、それに随伴させる無人航空機がオーストラリアと協力するとなれば、それは、オーカスとの連携を深めることにつながるかもしれない。